野菜は、ね、最近彼女できたらしくて、弟が、なんか一緒に住んでるっぽいんすよ。ちなみにさ、それはどうなの、うん、お姉ちゃん的には。でも最初は猛反発よありえないと。ああ、そうだったんだ。夏祭りさ、行ったことないって言ったじゃん、うん、弟が、その、ちょっと前に彼女できた時に、うん、実は、ちょ、つけに行ったんだよね。あ、夏祭りに。よく俺にストーカーみたいって言ったマジか。いや、お母さんにも気持ち悪すぎるって言われたけど、うん、ちょっと気になっちゃって。弟何歳いや、大人は、大人ですよ。すごいね。大人だけど。だって一緒に住むとか言ってるから大人だよ。そう、大人なんだけど。別にいいだろ。手つないでるんだもん、だって。いや、いいだろ、付き合って。見てらんなくなって帰ったね。人生初の親と行かない祭りだった。邪魔はしなかった？まあ、したかったけど、嫌われたくないから、しなかった。弟にな。うん、そうか、ダメだ。ちなみにその今例えば目の前にさ、弟の彼女と別れるボタンみたいなのがあったら押す、うん、いや30回ぐらい押すかも全然押すかもめちゃくちゃブラックオンテクス。いやね、弟が彼女となんかお揃いのアイコンみたいにしてたんですよ昔、うん、それに割り込んだこともあるね、うんえ、でも割り込むってこと？いや、だからそのなんか二人で撮ったなんか写真とかじゃなくて、なんか好きなアニメでなんかやってたわけよ。うん、でそれ、うわ、うん、きつーと思って、うん、真ん中に入ってるキャラクター、うん、みたいなのにした彼女は弟と二人でペアがだと思ってるけど、実は三人でペアがっていう。二人のものだと思って、三人だと思わなかったら。そう。マジでキモい。弟が気づいたら一瞬で変えられてた。マジか。ちゃんと気持ち悪いね。ちゃんとって何？